ネバー、ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。皆さん元気ですか？あ、元気ないですね。はい、一緒に元気です。うん、いいですね。はい、いやー僕私最近太っちゃって、ほら見てくださいね、ほらわかるでしょ、ほらね、ほら顔なんてまん丸になっちゃって、ほらあーひどい、あーもうまん丸ね。この前あの写真を撮ったんですけど、写真に収まりきらないくらいそのまん丸になっちゃってて、で、その辺の人にちょっといいですか、ちょっと写真撮ってもらっていいですかって言ったんですけど、やっぱり誰に撮ってもらっても顔がでかくて、ちょっとそこの人もちょっと撮ってください、写真、え、顔がでかいからやだ、なんでそんなこと言うんですか。もう皆さんも食べ過ぎには気をつけてくださいね。もうこんなになっちゃいますからね、もう本当に、ほらドーンドーン、うわー、そんな引かないでくださいよ、顔がでかいからって。ああ、なんでこんなドーン、はあ、食べ過ぎには気をつけてくださいね。皆さんバイバイ。あれ、この動画まだ続いてるのかな。というわけで今日はアテリコ企画をやったわけなんですけど、うん、さっきの何あれ、私の顔でかいとかさ、太ってるとかさ、だって動きに合わせたらああなるじゃん。あなんないよ、あなんないから。今日やったのはココロの面白いエピソードっていうので、通天閣の前で友達大阪に来てくれたから、ムキムキのおじさんに写真撮ってくださいって友達と二人でお願いしたら、撮れた写真に写ってたのは私たちの顔だけだったっていう。ほらドーンドーン、背景が写ってなかったっていう話をしたのね。なるほどね。いやでもその話全然面白くないじゃん。うるさい。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ればと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。ネバー、ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。みんな最近どう、目薬ボタリとさしてる？というわけでね、定番の目薬ギャグも飛び出したわけですけど、ちょっと今日はね、最近あった面白い話をしようと思うんですよ。この間ね、東京のお友達が大阪に遊びに来たんですよ。で、せっかくやし通天閣行こうってことになって、通天閣の前で写真を撮ろうっていうことになったの、で、でも2人とも自撮り棒も持ってないし、まあ身長もそんなに高くないわけやからどうしようってなってて、そしたらそこをたまたま身長190センチぐらいのムッキムキなおじさんが通ったんですよ。だから「すみません、写真撮ってもらっていいですか？」って声かけたら快く引き受けてくれて、で撮ってもらったの。でも後々見たら、なんかその写真こうバンバンで、私と友達の顔しか写ってなくて、顔のアップだけで、背景何にも写ってないんですよ。やばくない？めっちゃ面白くないですか？